り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。どこでも部活動、目指すのはこちら。質の高い教育を受けられるようにする。沖縄本島の西にある離島、渡嘉敷島。この島に一つしかない中学校を覗いてみると、バスケットボール部が練習の真っ最中。体育館にはあれ、モニター。肘をしっかり伸ばしましょう。リモートで指導。この取り組みを手掛けているのは近畿日本ツーリスト。一体どういうことだろう。部員や指導者が集まりにくい学校に対してオンラインで部活動サービスを提供しています。部活動の指導にはスポーツや楽器など専門のスキルが必要です。だけど離島などの遠隔地の学校では指導者が集まらず、部活動の種類が少なくなってしまうケースが。そこで始めたのがオンラインで部活動をサポートする取り組み。指導してくれる人材や企業と学校をつなげます。学校の先生ではなくプロの指導者が教えてくれるんだって。もともとバドミントン部しかなかった渡嘉敷中学校では新しくバスケットボール部が誕生しました。プロのコーチが本格的な指導をしています。指先を真下に向けて。実際にコーチからもアドバイスをもらえて、自分なりに上達したなと思いました。このバスケットボール部をモデルにして今後は他の地域にも広げる予定なんだって。協力していただける企業さんや、人などを増やしていって、全国の学校に対して部活動サービスを提供していきたいなと思っております。オンラインで広がる部活動の場。